リチャード・イ・ミラーは、アメリカ合衆国の画家である。アメリカの印象派の画家が多く集まった。フランスのジベルニーで活動した画家の一人で、女性の人物画を多く描いた。ミズーリ州のセントルイスで生まれた。父親は、ペンシルベニア州出身の土木技術者で、橋梁建設が専門家だった。少年時代から絵を描き、肖像画家のジョージ・エイシュバームの助手を務めた。 1891年からセントルイスワシントン大学の美術学校の夜間コースで学び、1892年からフルタイムの学生になった。この学校はアメリカの大学がその一部門として運営した最初の美術学校でフランスのエコールデ・ボザールの教育課程を採用していた。この学校でヨーロッパでの美術教育を研究したハルゼアイブスや初代校長、 ロートンパーカーに学んだ。在学中の1893年に開かれたシカゴ・バンコク博覧会でミラーは展覧会に展示された印象派やトーナリズムなどの当時の新しい美術の潮流の作品を見ることができた。セントルイス・ワシントン大学には付属施設としてミルドレットレーン・ケンパー美術館があって1895年、1896年に 開かれたジョン・ラファージア・アメリカの印象派の代表的画家のセオドア・ロビンソンの展覧会を見ることができた。ミラーは美術学校で多くの賞を受賞した。セントルイス・ワシントン大学の卒業生でパリから帰国したエドマンド・エイチ・ウルッピルの指導を受け、その影響も受けた。当時のトーナリズムの流行の下で風景画を描いた。卒業後は1897年まで、 留学資金を貯めるために新聞ストリートルイスポストディスパッチの挿絵を描いたセントルイス美術学校学生協会が設立した最初のパリ留学奨学金を受賞したパリに留学した時点ですでに画家として十分に訓練を受けていたミラーは多くのアメリカ人美術家が学んでいたパリの私立美術学校アカデミージュリアンで学び技量を向上させた シカゴ出身の画家、パーカーと親しくなり、アカデミー・ジュリアンの教授、ジャン・ポール・ローランスや、バンジャマン・コンスタンに指導を受けた。この頃から、パリの華やかな女性を描くようになった。当時、多くのアメリカ出身の画家が印象派の王や、クロード・モネの屋敷のあるジベルニーに集まって、活動していて、ミラーも、ジベルニーを訪れ、フレデリック・カール・フリージュキーと友人になった。ジベルニーで、 若いアメリカ人画家を指導することもあり、教え方がうまいという評判になった。ミラーが教えた画家には、イラストレーターの A.B. フロストの息子のジョン・ジャック・フロストや後にミラーと結婚するハリエット・アダムスがいた。1910年に一旦セントルイスに帰国し、数ヶ月後に再びジベルニーに渡り、第一次世界大戦が始まるまで滞在した。アメリカ帰国後は、 ジベルニーで知り合った画家のガイローズに誘われて、パサデナの美術学校、スティクニー、メモリアルスクールオブアートで、教師と働き、ロサンゼルスに住んだ。パサデナの裕福なパトロンの屋敷で絵を描いた。1917年に、マサチューセッツ州のプロビンスタウンに移った。ありがとうございます。